クダスアイカツフレンズ目指せチャンネル登録100万人。どうも、アイチューバーのナナです。今日は5回目の更新です。今日のナナめちゃくちゃテンション高いです。というか興奮してます。だってこの間のサバフェスがとってもとっても楽しかったから。いろいろありましたけどね、まさに完璧でした。パーフェクト。ナナにも MC の才能があったんですね。ステージの上で話すのも楽しかったけど、何より皆さんと実際に会えたことが嬉しかったです。皆さん、あの時のコール&レスポンス覚えてますか？みんな、ナーナちゃんって言ってくれましたよね。ね、ナナ覚えているよ。また皆さんと会いたいな。だから皆さん、これからも応援してくださいね。それでですね、ナナ MC をやって気づいたことがあるんです。やっぱり自己紹介をするときにはキャッチコピーが必要だと。実はたくさんの方からキャッチコピーのアイデアをいただいてまして、今ここでナナのキャッチコピーを決めたいと思います。素敵なアイデアがたくさんあって悩んじゃうんですが、思い切って選ばせていただきますね。ペンネーム赤目さんからいただきました。ありがとうございます。ナナの名は仲良しのな、もう一つの名はみんなと友達になるのな。わあ、これとっても素敵です。ナナはいい子なんだって分かりやすいです。あ、しまったしまった、自分で言っちゃったあと実はもう一つ気になるのがありまして、ペンネームみーにゃんさんからいただいた、ナナなんと何でもできちゃうあふれる笑顔。うんうん、どっちも捨てがたい。どうしよう、どっちもいいよ、迷っちゃう。なので勝手ながら両方をくっつけて、最後はナナが調整してもいいですか？はい、ありがとうございます、助かります。今回のお題はドゥルルンドゥルルンドゥルルルルルルル、じゃーん、キャッチコピーを可愛いポーズを決めながら発表してみた。わーい、可愛いポーズ、うー可愛いポーズ、ちょっと待って、考えるから可愛いポーズね。あ、ひらめきました。ここは何が何でも一発で決めますよ。ナナやってやります。いくよ。それではせーの、ナナなんと、ナナの名はみんなと仲良しのな、笑顔あふれるアイチューバーのナナです。ナナなら何でもなんとかなる。どうですか、最高じゃないですか。ナナはもう誰が何と言おうと大満足です。赤目さんとみーにゃんさん、本当にありがとうございました。他の皆さんもナナのために考えてくれてどうもありがとうございました。皆さんの愛情を糧にナナ、これからも